石川学は、沖縄県うるま市、国神郡女村と緊張にまたがる、標高204メートルの山。沖縄本島北部にある、国神山地のほぼ南端に位置し、本島最小幅の石川地況にそびえる。標高は204メートルで、山頂から稜線沿いに、南独は、沖縄県うるま市、北西六は、国神郡女村、北東六は、道群緊張に属する。 かつての石川市北端に存在し、周辺自治体と合併したウルマ市の最高峰である。標高100メートルより、上部は険しい地形となるが、低地部は緩やかな傾斜を有する海岸段丘で、細い谷が解析している。地質は山体上部において、中生代の千枚岩や緑色岩で構成される、名護層で、下部は第四期更新予の国神層群からなり、 チャートや砂礫の混ざった土壌が見られる。石川竹西の麓から南へ発する肥前川は、石川川と合流し、金和へ流出する。植生は、イタジを、主とする紅葉樹林で、マテバシーや沖縄ウラジロガシ、琉球松、イジュ、ヒノキバヤドリギなどが生息している。石川学周辺に、コゲラや、沖縄シジュから、赤昌瓶などの鳥類や、木登りとカゲや、 イボイモリシリケンイモリを観察できる。南側は、旧石川市の大技、石川に属し、障子の東山と西山にまたがる。石川値と呼ばれる屋敷跡が、石川学録に残存している。かつて付近には、マーチ抜くビリと言われる小道があり、一方が荷物を持って通行すると、互いの往来が困難になり、他方が待っていたことから名付けられた。 女村の北西6に小川が流れる場所があり、地元住民は川原省と呼んでいる。1945年1月より石川は空襲を受け、同年3月から住民は石川岳に避難を開始した。石川岳の北西、女村川の麓標高約130メートルに沖縄線における住民避難地跡が確認され、周辺にかまどの跡や陶磁器、 掘った手小屋の基礎と思われる意向も見受けられた。日本復帰前の琉球警察学校は、那覇市に所在し、周囲の都市開発に伴う騒音などの発生により、教育環境の悪化が問題とされたが、日本政府の援助により、1969年に石川学力で警察学校の建設工事が着工、翌年2月に当地に移転した。1972年5月15日、 日本復帰により沖縄県警察学校に解消された。1973年沖縄県教育委員会は少年自然の家を石川岳のふもとに設立することを決定した。少年自然の家の解消式が行われる前月の1975年3月職員らによって登山道が整備された。1986年4月石川学は 石川少年自然の家の森として森林浴の森百選に選定された。1994年に山頂に標高表示板が取り付けられた。2010年、石川少年自然の家から石川青少年の家へ名称が変更された。麓は農林振興地域に指定されている。付近に沖縄自動車道が開通し、住宅街として開発が行われている。 ふもとの沖縄県立石川青少年の家が登山道を管理している。宿泊学習の一環として沖縄県内の小中学生らが登山を行っている。石川だけへの日帰り登山ツアーが催され、県外からの登山客も訪れる。頂上からはうるま市の市街地や近湾を遠望できる。石川青少年の家から山頂へ到達する登山道に3つのコースが設定され、 また四つの緊急下山道が設けられている。沖縄県立石川青少年の家登山道と表示板登山道から望むうるま市街山頂。ありがとうございます。